チャオ、こんにちは。今日は六本木キャンティの名物料理バジリコパスタ、リスペクトして似たようなものを作ってみようかと思っております。バジリコパスタといえばもうほとんど葉っぱだけのパスタなんですけど、なぜかこう夜中にねつい食べたくなってしまうような、そんなこう魔力のあるパスタですよね。では作っていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。いい香りだ。このキャンティのバジリコパスタっていうのは、六本木キャンティの名物料理ですよね。まあ多くの芸能人の方、ムッシュ釜谷とかユーミンとかね、いっぱいいろんな人が訪れたことで有名になりましたけど、開店した当時は、やっぱりまだイタリアン料理っていうのが、あんまり日本にこう馴染みがなかった時代。で、バジリコって今もういっぱい普通に売られてますけど、当時はもうほとんどなかったんですって。それでその店主がバジリコの代わりに大葉を使おうとということで考案したパスタですね。
で今日僕はイタリアンパセリとバジリコと大葉と3種類の葉っぱ使いましたけども、多分本店では大葉とパセリだけだと思いますね。バジルは飾るだけ。その伝統的なレシピをずっと堅くなに守っているそうです。いただきます。さあどうでしょうか。ちょっと久しぶりにまた作りました。六本木レストランキャンティの名物パスタの、まあオマージュと言いますかね、コピーではありませんね。ちょっとオリジナル入れてます。ではいただきます。古典的な感じ。どう？はい、ごちそうさまでした。今日もおいしくいただきました。最後に僕は白だしを加えましたね、そこでちょっとオリジナリティを出してみましたけど、それはそれでまたおいしかったです。まあそういうことで今日は、キャンティにリスペクトしたバジリコパスタを作ってお届けしました。また次の動画でお会いできると嬉しいです。ではまた。チャウチャウ。チャウチャウ。チャウチャウ。チャウ。すっげえうめえ。